あっくんち。はい、皆さんこんにちは。あっくんちです。あっくん、今日は何をやるのかな。おちち。はい、楽しいお寿司屋さん、こちら、作ってみたいと思います。じゃあ、あっくん早速やってみようか。 ね、じゃあ行くよ。レッツゴー。じゃあ中出してみてください。なんか出てきたね。このお下に伸ばしてね。こちらですね、お皿の柄のついた、包装ですね。ここに作り方、コツが載っています。これ点線に沿ってハサミで綺麗に切ってねっていうことで書いてあるんで、これパパが切っていきたいと思います。さっくん、そっち出してみて。ご飯の素サンギよくわかるね。タオルのまま、調理のもと、普通に不思議なもんで。ちょっと、ひや。スパイダー？ほら、ちょっとだよ。ちょっと。はい、じゃあこれ切れました。お皿でーす。はい、じゃあ次実際にお寿司を作っていきましょう。じゃあまずそれご飯のものからね。ご飯？はい、じゃあこれ先にお水入れます。これじゃあパパ入れさせて。鍋。これご飯のもの入れてるよ。そろ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 。じゃあこれ混ぜてこっか。ご飯かご飯か。別の CM になっちゃった。お、なんかちょっと粘り気が出てきた。なんかちょっとご飯っぽくなってきたね。ちょっとご飯っぽくなってきました。なんかご飯っぽくなってきたよ。なってきたね。じゃあこれぐらいでいいかな。じゃあ次はね、卵作ってみる。卵これもね、お水を先に入れるんだね。じゃあスポイトがあるんで、これでお水を入れていきたいと思います。じゃあここにチューってやる。じゃあ卵の元を今のところに。なんか黄色くなってきたね、もうすでに。なんか卵になってきたよ。かき混ぜてください。ゆっくりゆっくり、ちょっとこれ固まるのかな。固まるのかな。混ぜて3分ぐらいすると固まるんだって。すごいね。ね、じゃあ取り付いてみようか。ではその間にマグロも作っていきます。はい、じゃあこっちゅーってください。入れるよ、せーの。おー、はい、じゃあご飯とマグロと卵もすっかり固まりました。どう？次はね、何でしょう。海苔。海苔だね。じゃあこれ海苔を作っていくんだけど、さっき切ったこのお皿のシートの裏側に海苔のね、ガリっていうのがついてるから、この大きさに海苔を伸ばしていきます。ここに置いてキュッキュッ。はい、じゃあ伸ばしてください。キュッキュッ。はい、じゃあこんな感じで、はい、大きさに伸ばしました。海苔の完成です。でこれは置いといて、次これの裏作っていきます。まずトレイの A の方ね、うん、A の方にお水を入れます。で A の粉を入れてよく溶かしていきます。次に B の粉、 B にも水入れてみます。 B の粉を、じゃーん、パイパー、すごいオレンジの匂いする。これは混ぜるよ。混ざりました。このスポイト、こ
これを使っていくらを作っていきます。このスポイトにいくらの素を入れて、3センチぐらい上から A の液の方に落とします。おー、すごい、いくらになってる。イクラになってたよ、ね、ジャックもやってみようか。あでもちゃんとできてるね。見せて見せて、ほらイクラになってるよ ね。じゃあいっぱい作ってください。怖い大小もあるけど、うわイクラになってます。はい、できました。次ご飯を作っていきます。シートの上にご飯、この四角の大きさぐらいに作るとだいたい6個ご飯ができるみたいなので、6個じゃご飯を作っていきましょう。はい、じゃご飯をこの形に作ってください。にぎにぎしてください。乗せやすいように、すごいね、熟練の技だね。一握りで作ったの。できたよ。どれどれ見せてよ、ママ。おお、あっ、おにぎり。ね、ちょっと質感もね、質感っていうか、見た目がご飯っぽい。なんかシャリっぽい。しっかりね。はい、じゃあご飯できて、最後に、お醤油作ります。お醤油だって。醤油の素をご飯の入ってたトレーのところに入れます。塩コショウでお水入れます。おお、醤油になった。お醤油になった。お醤油、これもちょっと混ぜるね。はい、ということで、具材すべて完成しました。次この具材を使ってお寿司を握っていきたいと思います。どれからやってみる。マグロ。マグロからやってみる。このマグロね、これちょうど2つ分作れるってことなんで、真ん中からまず切れ込みを入れて、固まってる固まってる、ほら、マグロ食べするよ。いいよ、よいしょ。あ、できた。できたよ。できた。できたかな。ちょっと崩れちゃったけど、今マグロになったかな。どうでしょう。マグロできた、ね。マグロできた。これはブドウなの？ブドウなんだろう。ね、後で食べてみようね。じゃあ次卵作って。卵。よいしょ。はい。できよう。みたいだよ。食べたらちゃんと歯磨きしようね。卵食べてみた。卵。どうぞ。醤油。はい、お醤油つけて。おいしい。
パも食べてみたい。じゃあパパマグロをいただこうかな。いい？いただきます。お醤油つけていただきます。うん、不思議な食感でも味は確かに美味しい。グレープってグレープなのかな。はい、最後食いつきがいい。あーあかけみてるし全部食べたと。はい、ということで今日はこの作って食べよう楽しいお寿司屋さん、こちらで遊んでみました。あ、うまくできたね。ね、よかったね。美味しかったね。ね、で今まで作った中では一番あっくんのお気に入りだったみたいなので、よかったです。ということで、今回は大成功でした。それでは、皆さん、さようなら。